いや、4日間これの覚悟したよね。こうだと思ってて、長袖とかもいっぱい。いや、もう意味わかんない、この雨。なんなの？いや、でも、予報的には正しい。予報の予報だった。いや、予報変えた。あらー。あらー。あらー。マーさん、こんな感じだよ。マーさん、こんな感じだけど。画家、あれ、ハンマーさん。ハンマーさん、行った？行った。ハンマーさん、ハンマーさん。ちょうど今着いた。ハンマーさんが今着いた。あ、前に席あるね。じゃあ入ってきます。中で注文。餃子の種が。種です。あれは種です。芯だって。芯だって。さて、これ焼きでしょ。そう、私焼き餃子が好きなのよ。そう、自分で焼き餃子。餃子が1個ずつ頼めるから、うん、なんか例えば私はこの味を2個食べたいみたいな感じで注文するといい。え、これってさ、うん、これ最初5つからって書いてあるけど、うん、あ、本当だ。そう、5つから。え、マジか。私が言ったけど、じゃあ違うのか。ね、安心して寝てる。お、早い。いただきます。いただきます。これなんかシチューじゃん。うん、ね、白湯っぽく見える。何味？シチューです。え、本当に、うん、牛乳の味する、うん、え、すごい。シチュー初めて見た。めっちゃ美味しい。あったかくなって最高だね。めっちゃいい。座ったら眠くなってきた。結構大変だったのね。結構歩いたね。そして結構買った。漢方は。そうなんだ。漢方に私すごいお金費やした。楽しみ。費やした。やった。その模様は動画で確認しました。なんか一番お金使ったよね。本当？今は。私多分前回も一緒に来てるけど、そんなにガッツリお金使ってないから。うん、え、いくらぐらいって。2800ぐらいは。2800ドル、うん、件、うん、これはなかなかに、なかなかでしょ。あー、できた、きた、うん、はい、はい、あ、ごめんね、ずっとお箸持たせて、うん、なんだろう、醤油と、はい、台湾の醤油と辛いのと、はい、セサミオイルとガリコイル、うん。前に話してたチャイニーズシューズ屋さんに行ってきまして、あら、あったんだ。あった。よかったね。かわいい。かわいい。これね、350元だから。あ、すごい、全然安い。そうそうそう、1200円弱。履いてみた。うん、履いてみた。すごい柔らかくてね、履きやすかったよ。履いてみよう。あ、ほんとだ。そう、ね、いい感じなんだよ。うん、めっちゃかわいい。ちょっと高いな。そう、いいね、うん。そしてですね、はい、最初に行ったお茶屋さんでですね、うん、まあ、店主の方とは前からの知り合いだったんですけど、うん、2時間ぐらい話して、うん、結構いた。なかなかいたね。結構いたじゃん。そうそうそう、びっくりしたの、うん、で、話して、あれ、なくなった。食べ終わることになってる。食べてないのに。私も食べてなかった。どこなの。早くって言われたのにね。で、その人がね、あの、そこのお店に、あの、58% のアルコールのお酒を置いてて、美味しいからって言って、一緒に飲んだ。どうだったの？あのね、飲んだそばから、あの、燃えていった。なんかアルコールで肌拭いたらシュッてなるじゃん。なるほど。あれがもう、ああ、全部。全部。こんな感じなんだ。そう。じゃあ今酔っ払ってんの？まあ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 。まあ消毒だよ。そうそう、消毒。あ、すっごいお酢これ。うん、本当？びっくりした。酢だわ。これ苦手な人苦手かもね。うん、苦手な人苦手だと。美味しい。なんかチューブにさ、後入れしたみたいな味するよね。うん。あ、でもそうかもね。加熱されてないお酢の味。日本で飲むやつ入れ
てるからさ、ちょっとマイルドになってるけど、便利だよ、これ、うん、もう、ともすればさ、なんか天津飯の甘酢に近いような酸っぱさだね、うん、これとの餃子は確かに合うかもよ、あ、そうかもね、水餃子、これに入ってるってことめっちゃ美味しそうだね、わし焼き餃子さ、うん、もう長い、ほんとだ、いただきます、私は少しです、うん、常に少しいただきます、なんか美味しい、うん、餃子はね、やっぱここが一番美味しいわ、なんか、うん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 、伝わりましたよ、うまいな、うん、美味しい、なんかすごいね、馴染むのよね、もちもちな、うん、マジで、うん、私の企業の感覚いいね、うん、今餃子をひたすら包む仕事したい、うん、日本ではあんまないかもね、うん、だいたい全部できたものが来る、なんか機械が包んじゃう、馴染むっていう意味が分かる、うん、何だろうね、余計な一味を加えてないっていう、うん、そうそうそう、なんか温められる、そういうのはこっちでやるって感じなんだよ、うん、すごい元がすごいしっかり美味しい、うん、とてもな、食べ飽きない、うん、まさに毎日食べたい、うん、幸せじゃな、うん、今んとこね、普通の餃子を5個頼もうとしている、あ、頼み頼み、うん、その餃子美味しいよね、これも私結構好きなのよ、どうした、中の肉汁がふわーってきた、うん、美味しい、めっくりした、美味しいものを食べる、はい、これが幸せだということをこの旅で再認識したのじゃ、またぐじゃん、君は美味しいものを食べている時が一番幸せそうだよ、さっきさカメラ回せなかったんだけどさ、うん、あのゆかが行く時にタクシーの中で、うん、あの今回伊達さん、うん、と行動したことによって、うん、うまいものを、うん、食べるということを、うん、を改めて素晴らしいことだと確認したみたいな話をした、うんうん、先輩何好きなんですか、うんうん、ラーメン、うん、終わってしまってなんでいつもラーメン確かに食べてるから、うん、他のなんか食に興味がないというか、そうそうそう、なるほどな、ラーメンって言って普通のラーメン屋さんのラーメン、でもラーメンでもいろいろあるじゃん、ラーメンいろいろある、うん、スープが違ったりさ、麺が違ったし、本当に店によって個性があるから、そうなんだ、うん、ラーメンの食べ歩きとかはあ、するラーメン博も必ず行って、え、これめっちゃ好きなんね、ラーメン、好き、そうなんだ、今度美佐子さんのおすすめのラーメン屋に行きたい、多分一通り行けますよ、こってりも行ければ、うん、あっさりも言ってますね、あと麺がうまいとこっていうの、麺がうまいとこいいね、そう、自家製してるから細いも太いもいろいろあるし、うん、そう、ここについては語れるの、いいじゃん、うん、ラーメン欲しい、私ラーメン全然分からんからさ、うん、あ、ほんと、うん、全然分かんない、うん、ラーメンは結構どこまででも、え、すごい、食べに行ってしまう、うまそう、うん、需要ありそう、みんなラーメン好きだった、ラーメン好きだよね、方で、うん、そうな、脂肪を消す、そう、名前がすごい、何、あ、これ漢方、消す脂肪がん、うんうん、え、そのさ、漢方をさ、うん、どうやって飲む感じ、まあ、普通に多分、まあ、お湯で飲んだ方がいいやつもあるらしいけど、そんな
水で、でもね、回数が1日2回なんだけど、1回20粒飲まなきゃいけなくて、すごい、瓶がさ、こんなんでさ、この中にさ、せいろがみたいなのがぎっしり入ってる。いや、本当にぎっしり。ぎっしりだ。マジでぎっしり。びっくりしたよ。20粒20粒。デジマと思って。いや、デジマだ。ちょっとした危ない人みたいな絵が、撮れるよね。そう、ダラダラって撮れる。そうなんだよ。すごいね。なんか本当は、そのちゃんとお医者さんに、こうなんか、こう見てもらって、それとしたら、その調合して、漢方薬出してくれるけど、だけど、予約はしないといけなくて、行くタイミングはお昼休憩で、で、できるのは2時からです。で、2時からはちょっと無理だ。半日もちありますって、私は2泊。時間余裕があったら、ね、ちゃんと見てもらって、それに合わせたやつを作ってもらったら、すごいいいと思う。まあまあベチャベチャです。まあまあベチャベチャの伊達さん。まあまあベチャベチャ。まあまあベチャベチャ。